子供パソコンキッズサーフィンのインストール方法を教えてくださいと出てたので、コメントが来たので、コメントというかメールが来たので、ちょっとインストール方法を紹介して。インターネット、拭いてください。今回は無償版をインストールしたいと思います。ちょっと、ここにキッズサーフィンと入れましょう。サーフィンと検索します。検索すると一番上にありますね。これをクリックしましょう。するとこのページになります。無償版のダウンロードがあります。無償版のダウンロード。で、リストですね。リストのリストが。ダウンロード今今回は保存していきます保存しますこちらのページは最終回こんな感じですダウンロードは終了するとねあまだ終了しかせないピーチュー遅いですねでファイルのダウンロードを終了しますとこれかなはい閉じるまたはスラッと実行をしましょうで実行するですCLC をチェックです。今回答中です。そしたらこの子にフォルダがあるので、できたのでここをクリックしましょう。そしたらこのアウトレンジルットというのがあるので、これをクリック。フルーズ一挙フルーズクリスこれを以前の体験版をダウンロードしてインストールしたんで今インストールできるかわかんないですけど普通だったらできるかちょっと来ないですね、はい。前、ハードスピンを覚えてるって言って覚えてるのに。もう一回クリックしてる。あ、もう一度。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 すごい遅いので終了したら繋ぎます。これ終了するとこんな感じになります。完了を押します。するとまたなんか次々とインストールが始まるので、はい、押しましょう。これでね。はい。まあ30日間体験版を使ってみるようになってますね。まあ後ろのパッケージは無視してください。
どうぞお待ちください。まあこのキッズサフィは子供向けのパソコンツールなんで、子供のパソコンを使うという方にはご購入をお勧めした方がいいと思います。まあまずは無償版でお試ししてみてからの方がいいと思います。僕は今日無償版で紹介します。まあもしリアル購入済みはもしリアル機購入に入れてください。はい、そうしたらこれ起動します。キッズサーフィンインストールチェックというわけです。ここもちょっと時間かかるかもしれないんで、あんまりひどい時は飛ばします。これは早かったですね。次へインストール、新しいキッズサーフィンが新しいソフトウェアをインストールを調整しています。でもね、はい、これちょっと長いかもしれません。もうこんな感じになる。再起動しましょうみたいなことになる。はい、再起動しましょう。一緒になったら OK でいいですね。今、再起動があるんで、再起動終わったら、あと、つなげます。はい。